皆様こんばんは。9月11日の D ニュース、小島千里がお伝えします。本日のニュースの一覧です。河野太郎規制改革省は10日午後、都内の議員会館で自民党総裁選への出馬を正式に表明しました。会見では政治に対する思いや自身の業績についてアピールし、具体的な政策はパンフレットへの記載に留めました。 河野氏は初当選時より一貫して自民党に所属してきたことに触れ保守主義とは土量の広い重要なそして温かいものだと思っていると自身の考えを述べましたその上で自身の業績としてワクチン接種の推進と行政文書におけるハンコ文化の廃止をアピールしましたハンコをなくすことがゴールではなくあくまで行政改革の一歩であると強調しました またテレワークを推進することで東京の一極集中が軽減されるとも発言しました拡張主義を推し進め国内ではウイグル人やチベット人バールンン学習者などに対する人権弾圧を行っている中国共産党との関係を問う大紀元記者の質問に対し価値観を共有している国々で一致して対応していく一方的に現状を変更しようとする試みには それなりのコストが伴うことを分からせる必要があると述べた上で民主主義、人権、法の支配という共通の価値観を持つ国家とともに対抗する枠組みを作っていく考えを示しましたまた未来につなげる投資にも言及し全国どこでもテレワークできるように 5G のネットワークを敷き詰めていくとしました次のニュースです アメリカ政府による武漢ウイルス研究所への助成金提供問題をめぐって、ファウチ博士が議会に嘘の証言をしたと非難されました。アメリカ共和党トム・コットン上院議員はこのほど、アメリカ感染症対策トップのアンソニー・ファウチ博士が、アメリカ政府による武漢ウイルス研究所への助成金提供問題をめぐって、議会に嘘の証言を行ったと批判しました。アメリカメディア、 ザ・インターセプトは6日アメリカの情報自由法に基づいてアメリカ NGO 団体エコヘルス・アライアンスによる武漢ウイルス研究所への資金援助に関する資料を入手したと報じましたこの資料によればアメリカ国立衛生研究所は2014年エコヘルス・アライアンスが申請した約300万ドル約3億3000万円規模の コウモリ由来のコロナウイルスに関する研究プロジェクトを承認しました今年2月世界保健機関 WHO の国際調査団が中京ウイルスの発生源に関して中国武漢市で現地調査を行いましたエコヘルス・アライアンスの責任者で動物学者のピーター・ダサック氏は調査団のメンバーでしたアメリカ感染症対策トップで 国立アレルギー感染症研究所所長のファウチ博士もこれまで議会の公聴会に出席した際機能獲得実験をめぐってアメリカ国立衛生研究所が武漢ウイルス研究所に資金を提供したことはないと強調しましたフォックスニュースによるとトム・コットン上院議員は7日ザ・インターセプトの報道を受けてファウチ氏は議会に嘘をついた 同氏を捜査し訴追すべきだと主張しましたニュースを続けます中国の動画共有アプリ TikTok は未成年者に対して有害な動画を提示しているとの調査結果が報道されましたアメリカ市ウォールストリートジャーナルの調査によると中国の動画共有アプリ TikTok は未成年者に対してポルノや違法薬物関連動画を進めていますウォールストリートジャーナルによると 同市の記者は13歳から15歳までのユーザーとして登録した数十個の自動ボットを用いて調査を行いました13歳の少年として登録したアカウントに対して TikTok はコカインや覚醒剤などのオンライン販売や吸入道具を紹介する動画を少なくとも569本提示したとのことです複数のトピックに関心を持つと設定したアカウントには TikTok は性描写のある日本映画やアニメの映像を進めました。また、別のアカウントには有料のポルノサイトや成人用品ショップのプロモーションビデオだけでなく、大人向けコンテンツも表示されました。調査では、TikTok は2800本の大人向け動画を未成年者アカウントに進めました。同氏が TikTok にこの問題を提起した後、TikTok は255本の動画を削除したといいます。 同社の担当者は、コンテンツを規制するという観点から見れば、正確なアルゴリズムはないだろうと述べ、アルゴリズムの見直しなど、子供の安全に関して、さらなる対策は明示しませんでした。アメリカ国内では TikTok の月間アクティブユーザー数は1億人に上ります。同社の公表では、未成年者の利用が4分の1以上を占めています。最後のニュースです。 9。11同時多発テロ事件から20年アメリカのバイデン大統領は捜査文書の公表を支持しました。専門家は9。11事件後のハンテロ戦争の勝者は中国だと語っています。アメリカのバイデン大統領は3日、2001年9月11日の同時多発テロ事件に対する捜査をめぐって文書の公開を支持する大統領令に署名しました。 文書は6ヶ月後に公開される予定です2001年9月11日テロ組織アルカイダがアメリカで自爆攻撃を行い約3,000人の死者が出ましたアメリカはアルカイダを擁するタリバン政権を打倒するため1ヶ月も経たないうちにアフガニスタンへの空爆を開始しアメリカ史上最長の戦争が始まりました専門家によれば中国はそれをチャンスと捉え 緊張した米中関係を改善する機会を見出し、急速にアメリカの世界支配に対抗できる新興超大国に成長するための重要な10年を確保できたといいます。一方、アメリカはテロ対策に追われ、莫大な資源を費やし、客観的には中国の台頭に対する警戒心を緩め、戦略的な対中包囲を怠ってきました。カタールのジョージタウン大学に所属するアナトール・リーベン教授は、 アメリカの政策の重心と莫大な資源がアフガニスタンとイラクでの戦争および国土安全保障に置かれ軍事費用は主に陸軍と反テロに投入され沿岸地域で中国に対抗できる海軍と空軍に投入できなかったと指摘しましたリーベン教授は911事件後の10年は中国にとって肝心な10年と表現し中国は自国の発展に力を注いだ時期だと述べました。 その結果、世界的な反テロ戦争の勝者は明らかに中国であると語りました。ニュースは以上です。ところで皆様、料理のお出汁は手作りですか和食の基本のお出汁は、昆布や煮干し、鰹節などを煮出して取ったスープのことで、旨味や香りが際立ち、料理を美味しくしてくれます。と言っても毎回、出汁を煮出してこしてとなるとかなり大変ですよね。 なので普段は下流タイプの出汁やパックを使う方も多いかなと思います。そこでおすすめなのが巷で有名な出汁ポットです。出汁ポットはなんとお湯を注いだりレンジで加熱したりまた内側に腰器もついているので洗い物が少なくなりとっても便利です。ぜひ手軽にワンランク上の料理を作りたい時に活用してはいかがでしょうか。それではまた月曜日お会いしましょう。 当チャンネルの動画は広告表示が停止されました私たちは収益の減少により記事及び動画コンテンツ作成に支障が出かねない状況です私たちはかねてより私たちのメディアとしての姿勢にご賛同いただける企業個人の皆様方から広く寄付金を受け付けていますぜひ私たちの活動の充実・発展のために 格別のご支援を賜りますよう、よろしくお願いいたします。